食後の今一服してるんですけど、ボノちゃんがずっと隣にいます。まあ多分チュールもう一本よこせってことだと思うんですけど、で、宮尾ちゃんもいます。猫に囲まれて今日は富士山見えませんけどね、海の波の音を聞きながら仕事の疲れを癒してます。よかったよかった。今日言われました。やっぱ金屋の大将にもやっと来れたねっつって、俺が19日開けるって多分ないですからね。どうした宮尾さん、スリスリしてきて。お前2本目狙ってんだろ。2本までだよ、あげてもな。お前大山先生に怒られちゃうかな。お前金屋の大将にも。ちょっとここでコーヒー飲みながらまったりします。